こんにちは、ゆうき画集です。今日はパルコの The Elephant Song という芝居についてお話しします。これは作者はニコラス・ビヨン、カナダ人の作者です。そして翻訳は吉原豊さんによるものです。演出には宮田恵子さんが当たりました。場所は渋谷のパルコ劇場です。エレファントソングというのはニコラス・ビヨンの処女作、2002年の作です。ニコラス・ビヨンといえばブッチャという2014年の芝居がありました。日本でも名取事務所での公演がありましたが、ラビニア語という人造の言語を話す物語です。そして2012年のアイスランドなどがあります。この作品では精神科医が失踪し、その失踪した医者が最後に診断をした青年、その青年に対して院長が対話を通じてこの失踪の原因を解いていくと、謎を解いていくという話です。最後に意外な展開、意外な結末があります。まあブッチャーの時も最後が意外な展開になっていましたが、青年はマイケルという名前で、マイケルの母親は著名なオペラ歌手、そしてマイケルが15歳の時に自殺しています。父親は長でエンジニアをしていて、8歳の時に一度会ったきりという関係です。エレファントソング、このタイトルの意味は象の数え歌といったようなもので、南アフリカから帰国した際に目が目を覚ました時に母親が歌ってくれた歌です。青年のマイケルをやっているのは井之脇海さんです。23歳の青年で、心理学的な動き、この精神的な動き、心理の揺れといったものを非常によく表していたと思います。そして彼に尋問をするドクター・グリーンバーグというのは院長ですけれども、この役を寺脇康文さんが演じました。院長としての責任を感じつつ、マイケルに翻弄されている様子がよく出ていたと思います。そしてミズ・ピーターソンという看護婦長がいますけれども、この役を堀澄子さんが演じました。彼女はマイケルとはある種の絆を築いているという関係です。もう8年も彼の様子を見てきたわけですから。セリフの中にも、だからこそ心配していたんですというようなのがありますけれども、この部分を聞いてヨネスコの授業の中で女中が述べるのに似ていると思いました。女中は全てをもう先を読んで知っているわけです。この話は失踪した精神科医ローレンスの執務室に院長のドクター・グリーンバーグが来て、そこに青年23歳のマイケルが連れて来られるところから始まります。この日は12月24日で、舞台の袖の方にクリスマスツリーが見えますけれども、天井近くまである高い窓の枠に雪がうっすらと積もっている様子が見えます。上手の方に執務用の机があり、下手の方にソファー、そして中央にディヴァンが見えます。マイケルは失踪した医師の行方を知っているように見えます。しかしそれを教えるためには取引をしようというふうに言います。
その取引の条件は3つあって、1つは経歴のファイルを見ないこと、そして第2に居場所を教えた暁にはチョコレートをくれること、そして第3に看護婦長を関与させないことという、この3つの条件を出します。グリーンバーグはこれを受け入れて、その相手の行方、失踪した医師の行方を聞き出そうとするわけですけれども、マイケルからはいくつかの心理的なゲームを仕掛けられます。クローゼットの中にいるんじゃないかというふうに言って、クローゼットを開けるとそこから象のぬいぐるみが出てきたり、あるいは封筒の中だと言われてそれを見てみると象の写真が出てきたり、またその小さな写真ではマイケルが裸で写っている写真があったりします。その過程を通じて失踪したジェームズ・ローレンスとの間にゲイの関係があったということ、またこれを知られると病院にとってスキャンダルになるだろうといったことを示唆していきます。判明していくのは、父親には彼は8歳の時に一度会ったことがある、そしてその時父親を訪ねてケープタウンに、長野ケープタウンに行ったわけですけれども、その際サファリに行き、ゾウの群れ6頭ばかりが来た時に父親がゾウに向かって銃を発砲し射殺したと、そのことが彼にとってトラウマになっているわけです。そして15歳の時にオペラ歌手の母親が自殺し、その時に救急車を呼ばなかった、だから自分が殺したんだというふうに考えている。で、ゾウの歌を歌うわけですけれども、28頭まで歌った時に母親の息が切れたというようなことを思い出したりします。この最後の部分を話すとネタバレになってしまって面白くないので、これから芝居を見ようとする方はこの辺りで止めておいてください。またお会いしましょう。そしてさらにネタバレを構わないという方は続けて聞いてください。最後に意外な結末になります。医師は失踪した医師ですけれども、この医師は姉が発作を起こしたので、その手当てをするために急遽出かけたというだけであって、院長も青年もその後医師と電話で話したりします。そして居所が分かったというわけで、院長が彼にチョコレートを与えるわけですけれども、そうするとマイケルはチョコアレルギーでチョコレートを食べて呼吸ができなくなり命を失ってしまうというふうに最後は展開します。看護婦は駆けつけてきて院長に、先生なぜ患者のファイルを見なかったのですというふうに言うわけですけれども、もう後の祭りという感じになっています。15歳の時からもう8年間も病院にいて、彼は病院から出る、そういう自由を得たかった。そして最初に取引の3条件を出した、チョコレートを与えるというところで、その条件を出していることからして最初から病院を出るためには自殺するしかないというふうに考えていたのであろうというふうに思われました。大変推理劇のようで、
かつ意外な展開があるという、ニコラス・ビヨン特有の芝居であったというふうに思います。装置もそして役者の演技もとても説得力のあるものであったというふうに思いました。演劇は人生の重要な一部であるとお考えの方はチャンネル登録願います。ありがとうございました。それではまたお会いしましょう。